政国博ニは日本の俳優である。本名金子聖国。岩高氏門下文化の進撃の舞台俳優から時代劇も含めた映画俳優に転向、和製、ロイドとして人気を博したが、創生した。1896年4月25日、東京市神楽に生まれる。現代俳優名館には、京橋区新港町と記されている。日本統治時代の台湾。 台湾総督府で高等小学校を卒業し、東京に戻り、旧姓、江原中学校に進学する。同校卒業後、慶応義塾大学理財科に進学するも、大学余科の過程で中途退学する。上山総人の近代劇協会から独立した伊庭隆が1913年10月に設立した新劇者に参加、東京、有楽座での第一回公演。 出発前半時間、チョコレート兵隊に出演し、満17歳で進撃の初舞台を踏む。同劇団には他に、武田正則、勝美洋太郎、横山運平らがいたが、翌1914年1月、第2回公演を最後に解散した。政国は、近代劇協会に移籍し、同年4月、上山総人、山川裏次らによる、遊楽座での第8回公演。 野良および、ハンネレの商店で、舞台式として参加している。1915年4月には、上山、伊庭と、沢田章二郎による、進撃合同の赤坂、演技座での、役者の妻に出演している。その後、伊庭が、新たに設立した、歌舞劇協会に参加するが、1917年には、同劇団は解散した。1920年4月、国際活営が、 南豊島郡淀橋町市長大和角ノハズ技1社に角ノハズ撮影所を新設するにあたり同撮影所長に就任した松本清の紹介によって入社した同年8月7日に公開された林千歳と高瀬実が主演するサイレント映画小判の乙女に出演して満24歳で映画界にデビューした1921年9月 小竹鎌田撮影所に移籍した。1924年には、同年6月21日に公開された、山と魂、同年8月1日に公開された、島に咲く花で主演しているが、同年10月、帝国キネマ演芸によるヘッドハンティングに応じて、さつきのぶ藤間林太郎らとともに、小竹キネマを退社、三角キネの小坂撮影所に所属。 同じく小竹鎌田から移籍した小沢徳寺の監督作に主演した。1925年、三角念の内部分列によって設立された東方映画製作所に移籍になるが、同社はすぐに解散となった。現代俳優名官によれば、当時、マ国は神楽標準傍を一番地に住み、キリスト教を自らの宗教であるとし、すでに妻、栄子と結婚していたという。 身長は古尺四寸四分、体重十四貫二百問目、常用タバコは西洋タバコで、酒はキリンビールであるといい、当時のマサクニにとっての代表作は金色夜舎における富山中治役、及び京ヘルツルギ技における青年肺病患者役であるという。解散後は小竹記念ワに復帰した。1926年6月15日に公開された。 霧の中の明かりが記録に残る最後の出演作である。日本映画俳優全集、男優編は、以降の消息不明、没年不詳とするが、実際には、この後、中国大陸に向けて、初代、水谷八重子らと共に巡業に出ており、その旅程において、胸を病んで、関東州の大連の満鉄病院に入院し、1928年6月1日、同地で死去している。 満三十二歳没。同年、遺族らの手により、個性、国広追登録オレンジのパイホリが刊行された。金色夜舎、扶助記で共演した、サツキのブコラとの写真、1920年代。ラッパのみする、塩尾服の男がまさくに。すべて制作は、国際活営一つのはず撮影所。配給は、国際活営、すべてサイレント映画である。 1920年代の写真。マサクニと比較された1919 19年のロイド。ロイドの水平。左は、ミルドレッド・レービス特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所。配給は、松竹キネマ。すべてサイレント映画である。1925年、29歳頃の写真。特筆以外すべて制作は、帝国キネマ、小坂撮影所。配給は、 帝国キネマ演芸、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、松竹下鴨も撮影所、配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。